一撃やスキマニュース。さあ始まってまいりました。月1回の世界の際どいスキマなニュースをお届けするこの番組、今月は第8回でございます。はい、8回もやってるんですね。はい、今月もですね、テレビのニュース番組には取り上げられないようなマイスパもののニュースをお届けしたいと思います。なお真偽のほどは不明です。今回も私山本と、丸山でお送りいただきいたします。グダグダですけどね。じゃあね、グダグダなところでね、はい、ゲストをお呼びしましょう。お呼びしようよ。今回のゲストはですね、劇団一撃より藤島のぞみさんです。イエーイ。どうも、のんちゃん、のんちゃん、はい、みんなのんちゃんが来てくれたよ。はい、どうですか。あ、見たことあります、スキマニュースは。あります。どうでした、感想は。いきなりヘビーなトークいくね。キラーパスが急に。いやね、私が見た時はね、結構あの西村さんが下ネタにターンを拒否してる。はい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 、はい、かなり初期のやつですね。はい、2回目とかそんなやつだな。そうですね、多分そんなに下ネタ多くないですよ。あ、そうですか。うん、あ、多分まあ1本2本ぐらいなんで。なんかあの、のんちゃんは最近気になるニュースとかありますか。気になるニュース、世間のニュースでも美容ニュースでも何でもいいですが。なんかね、でもどうやったら痩せるんやろうなっていうのはね、はいはいはい、ありますよね。まあ女子としてはね、どうやったら痩せるんやろうな。運動するしかないわね。なかなか、はい、じゃあですね、もしかしたらそのどうやったら痩せるか、痩せる方法が載ってるニュースが出るかもしれない、ね。はいはい、そういう隙間なニュースがね、はい、出るかもしれないんで、じゃあ早速ね、じゃあニュースの方を紹介していきたいと思います。はい、ですがですね、今回はちょっといつもと違ったパターンで紹介したいと思います。どうも、スキマ調査員、久しぶりに出てきました、大熊です。よろしくお願いします。お願いします。日々進化するスキマニュース。うわ、ということで、今回はですね、レボリューション、なん、裏紙を使って、カードを作ってみました。おというわけでですね、すごい、全部裏から全部裏からつけてる。つけてるんすわ。え、あ、でもつけてないか。あ、大丈夫、つけてる。いや、でも分かんないよね。まあ、うん、まあ、裏紙なんでね、この、この一番端のやつさえ引かなかった。その間のやつで。じゃあ、今日はですね、6個、はいはい、ニュースをご用意しますので、はい、じゃあ、まず早速1個目から引いてください。どうぞ。お願いします。シャイン、何ですか。抜け毛。お、抜け毛。はい、では抜け毛に関するニュースです。抜け毛に関するニュースです。はいはい、気になりますね。はい、200本抜くと6倍になって帰ってくる。髪の毛の量を劇的に増やすことができる画期的かつ衝撃的な方法がついに解明された。カリフォルニア大学が行った研究によると、髪の毛を200本抜くと、なんとその6倍の量が生えてくることが分かったというのだ。薄毛に真剣に悩む人たちにとってはかなり勇気のいる決断となりそうな、この増毛方法。実験ではマウスの毛を200本抜き、1ヶ月後にその部分を再度調べたところ、少なくても元の倍、つまり400本、はいはい、多くて6倍、1200本も、新しい毛が生えていることが判明した。これは毛を抜くことにより周辺の肌細胞に毛を生やすよう化学信号が送られ、普段は休んでいる毛も刺激されて出てくるのと考えられている。ただし、はい、ただ抜くだけじゃダメ。はいはいはい、この育毛方法を成功させるには毛を一本一本抜く必要があるほか、脱毛する、範囲が小さすぎると余分な毛が生えてこない可能性もあるとのこと。また範囲が大きすぎると化学信号が弱まり、最悪一本も再生しないこともあるので要注意。以上、抜け毛に関するニュースでした。なるほどなるほど、まだ繊細な段階なんやな。ギャンブルな、生やし方ですよね、それ。いやー、そうか、200本だけやったらね、10円ハゲぐらいのスペースやから、ちょっとこのよく生えてるとこからね、ベベって抜いて増やしてもいいけど、この辺のさ、頭頂部の薄くなってる、すでに少ないところをさ、はいはい、抜くのはさ、そうですよね、勇気がいりますよね。だって困ってる方がやる方法そう、ま
丸山さん困ってます？僕はあんまり困ってないです。僕もそう困ってもらうのかな。僕ですね。僕はまあ困ってるんですけど。やります？いや絶対にやらない。まあこのねカリフォルニアのね大学のお偉いさんが、はい、な、どう言おうと僕は絶対向きません。そんなことは。やっぱりまあテレビ情報ですけどこれもね、はいはい、まあ、ね過去のね俳優さん、まあ、おはげになってる俳優さんがテレビで言ってたんですけど、はいはい、役作りのために抜いてやったと。おう、はい、そしたら以降二度と入ることはないというのを聞きまして、何でみたいな踊るさんもごてんかな、はいはいはい、言ってて、はいはい、絶対やめようそういうこと。自ら抜くようなことは。どんなにふざけても髪の毛に関してはふざけやっとこうと。愚行や愚行。役作りとはいえ愚行や。今やカツラもあると。ハゲカツラもあるんだよ。それで対応できるならそれでこうしたことはないです。はい。はい、まあ、そんな、抜け毛に関するニュースでした。次のニュースじゃあ引いてみましょうか。はい、じゃあ次俺引こうかな。はい、あれどこ行った、どうしたんですかお母さん。あれどこ行ったんや、落ちた。どこ落としたんですか。あ、どこ落としたんですか。それは違います。あ、もちろん、はい、じゃあ、これにしよう。はい、はい、何が出るかな、じゃん、ガムですね。ガム、はい、ではどんなニュースなんでしょう。ガムに関するニュースです。モンデリーズジャパン社が、発売していた風船ガムのブランド、はいはい、バブリシャスが2016年3月末で発売終了になっていることが明らかになった。あれ？え？最近？はい、モンデリーズジャパンの公式サイトのお知らせ欄には2016年3月末日をもちましてバブリシャスブランドの販売を終了させていただくことになりましたと、販売終了のお知らせが掲載されており、在庫がなくなり次第日本では販売終了となるようだ。公式サイトも現在はアクセスできなくなっている。バブリシャスは1976年にアメリカで誕生し、1979年に日本で発売開始。グレープ味やコーラ味など様々なフレーバーを展開。テレビ CM なども放送されていた風船ガムの代名詞ともいえる商品だった。以上、ガムに関するニュースでした。バブリシャス、バブリシャスは2人は食べてた？僕はね、めっちゃタイムリーなんやけど。あれですか、あの箱に入ってる。箱じゃない、箱じゃない、なんか普通のスティックのガムやねんけど、まあ風船ガムなんですよ、うん、CM とかもバブリシャスってこんな大きな風船ガム作ってパーンって割るみたいな CM を、まあ、へぇ、俺はタイムリーで見てたの。見たことないです。もうないんや、はい、バブリシャスのガムは見たことある？バブリシャスのガムっていうのは私のイメージするガム、あのこのちっちゃい箱に、はいはいはい、あの駄菓子屋で売ってるやつね。そうですそうですそうです。まあそれよりかはちょっとちゃんとした風船、フィリックスガムみたいなやつじゃなくて、なんか普通にガム、あのそれ言ってるのあるでしょ、丸いやつやな。そうですそうです、丸いやつです。30円のそうです。ああこうやってガチャってやつ。じゃあないんですよ。バブリシャス、バブリシャス知らん、もういかにもバブリシャス知らんの。バブリシャス知らんの。やばい、ここに一個溝がある。え、でもそんな年はなってないぞ。バブリシャスっていう、いや見たことないです。僕はもうね、ガムといえばバブリシャスでした。ガムといえばバブリシャスやったんですか。僕そうやね、まあアメリカっぽい見た目も色ごってごて で僕の時は多分ガーンと来た時で、あのメジャーみたいに巻き尺みたいにこうやって、はいはい、あったあったあった、こうザーって板ガムがこう何個もこうザーって自分の好きなところでビリってあのセロテープみたいに破って、そんな知らないぞ。食えるってやつが売ってて、それでもういいだけ口の中で味永遠に終わらんみたいな、こういうガム、そんなお腹気持ち悪くなるまで食ってた売ってた売ってた売ってた。俺知らん、食べてみた。俺で知らん。でも全盛期はほんまめっちゃ CM やってたで、ドラえもんの時間とかさ、はい、あのアニメの時間あるやんか、はい、ゴールデンの、はい、あの辺はもう絶対やってたよ。バブリシャス、ネルネルネルネです。そう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 。ネルネルネルは知ってます。食ったことはない。なんでバブリシャス知らんのや。もう全然わかんない。いや、あの藤島の時に流行ってた駄菓子は何なの？あのでもネル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 めっちゃ流行ってました。逆に食ったことないよ俺。
ったことあるけど、あれでも別に美味しくはないやろ。美味しかった。あのね、ちっちゃい頃は美味しいと思ってたんですよ。で、うん、大人になってみて、久しぶりにわねわねわねわって食べたら、なんだこれは。ほんまに。何入ってんのかわからん。で、何が楽しくて食べたいの。はい。え、じゃあさ、その風船ガムしたことはある？あ、膨らませる？はい、膨らませます。あ、また別のガムで。別のガムです。バブシャスなくなったらちょっと寂しいね。いや、バブシャスもう売ってないんかな。あ、売ってるとこもあるんですね。まあ、在庫が在庫が在庫が在庫終了ですので、まあ、アマゾンとか楽天とか高額になって売ってたり、ね、箱で買ってるやつおりそうやな。ヤフオクとかでおそらく手に入ることは可能かと思われます。なるほど、はい、ああ皆さんもお急ぎください。バブシャス食べれなくなりますよ。そうですね。さあ、残り4つです。見てみる。はい、さあ、これでじゃん。何ですか。ガン。はい、ガムの付きガンからのガン。では、ガンのガンに関するニュースです。ね、キャンサー、キャンサー。はい、そうです。キャンサーもガンです。社会の高齢化に伴い、はいはい、前立腺ガンの、患者数が増え続けている。前立腺ガンは98,400人に増加し、部位別で男性のガンのトップに立っている。え、いやいや。そんな前立腺ガンの予防について画期的な研究が進められている。ハーバード大学の研究チームが1ヶ月あたり21回の射精をすると前立腺がんの発症リスクが2割も低くなるという研究結果を発表した。20代当時の1ヶ月あたりの射精回数が21回以上の人では4回から7回の人に比べて将来的に前立腺がんを発症する確率が3分の1だったという。それはです。1週間で約5回の射精は人によっては多いと思うかもしれないが、がんを防ぐとあっては見過ごせない。見過ごせない、ね、以上、がんに関するニュースでした。集合推奨。いや、僕でもね、高校生の時はほんま猿でしたよ。高校生の時からな。え、いつまでやっけ、ずっと。だから20代20代、20代です。今もなおです。いや、今20代のだから活発な時に活発にさせとかんとダメってことですわ。まだ20代前半は猿やったかもしれないですね。まあ、なるほど。じゃあ今からまだ追いつけるときっと。なるほどな。前立腺ってどこら辺ですか。ちょっとわかんない。だからあれですわ、この辺ですわ。あ、もうこの辺り、睾丸とあの辺ですわ。なるほどね。ちょっと、まあ、振りにくいね。あのね、真面目なやつを引いたと思いましたよ。いや、真面目なやつやね。真面目だって、ハーバード大学の研究結果ですから。命に関わるからね、男は。だから、はい、で、あの、やっぱあの男の人、年老いてきたら多いって言うからね、前立腺が。あの、はい、去年か一昨年か、陛下もなってはったじゃないですか。前線ね、そうですね、入院してはったじゃないですか。やっぱりね、これはね、重大な問題なんですよ、正直。笑うなよ。集合推奨っていうことですよ。予防の仕方がでも楽、まあ、疲れるけど、まあ楽しいっちゃ楽しいしね。ちょっと疲れるけど、まあ楽しいっちゃ楽しいし、はい、まあね、それでがんにならないなら越したことないですね。そうですよ。いや、まあ、もしね、これを見てて20代やけど、うん、月にまあ10回ぐらいしかしこらんっていう人は、もしくはセックスせえへんっていう人はですね、はい、すぐにしこれと。そうですね、今このこの動画を見ながらこの隙間この隙間ニュースを見てしこんのは無理です。抜きどころがない。抜きどころがない。すごい想像力働かして俺働かして。でもこれの画期的なところはやはりね、自分の意思で自由にできるということですよね。そうです、ね、はい。ちょっと待ってください。あのね、山本さんが想像力膨らませたら俺裸やねん。今誰が男の人の裸やねん。いや、分からんや。そう、そういう趣味の人もおるかもしれんから。ゲーム系に。はいはいはい、ゲーム系ね。まあ、そうですよね。同性愛でしょ。あとは、そういう方もね、男性でね、はいはい、いけるかもしれない。はいはい、もちろん前立腺がなりますから。そうだ、もちろんなりますから。2割ってすごいですよ、だって。2割で命助かんならね、ね、さらに確率が。2割の打者なんかいっぱいいますからね。急に野球の話ぶっこんできた。2割で打たれって。はい。
あ、まあ、じゃあガンね、まあ、皆さん積極的にね、積極的にねバンバン抜いていって、はい、予防しましょうよ、ねね、はい、元気に暮らそう、元気に暮らそう。はい、はい、次のニュースじゃあ行きましょう。お願いします。はい、じゃあお願いします。全5億、何でしょうね。数字だけ見ると欲しいなっていうのは最近言ってますね。お金の話かな。では、5億に関するニュースです、はい、何の5億ですかね。オーストラリア、シドニーの大学で化学工業を専攻するマレーシア人のクリスティン・リーさん、21歳はですね、4年前にウエストパック銀行の口座を通じて約5億円を誤って受け取り、シドニー空港で逮捕された。はい、この大金は同銀行が誤って彼女の口座に入金したようだが、はいはい、彼女は1日に54万円ずつを別の口座に移し、たった1年で3億5000万円を使ってしまった。現在は1億4000万円が残っているという。逮捕前のクリスティーンさんは高級ブランドのバッグなどを多数購入し、贅沢な生活を送っていたらしい。しかも、シドニーのハーバーブリッジを見下ろす豪華マンションを借り、彼氏のヴィンセント・キングさんと同棲。1ヶ月の家賃は約33万円。そして先日、クリスティーンさんがシドニー空港からマレーシアに渡航しようとしたところ、学生ビザの違反があり、出入国審査官によって、拘束された。大金を不当に受け取った罪については保釈金10万円を支払い保釈されたそう。2012年から警察は、銀行口座の一件について捜査をしており、2016年3月に逮捕状が出されたが、クリスティーンさんは連絡を拒否したままマレーシアに緊急帰国しようとしたところ逮捕されたらしい。以上、5億円に関するニュースでした。5億円が自分の口座に急に入ってたって話ですね。それで使ってったんですよね。それはね、俺はよう使わんな、チキンやからな。確かに怖すぎますよね。ね、なんだったら僕は自分の生活費の生活費でちょっと使えるかなっていうやつをちょっとずつ、いやだ同じようなことするかもしれないですね。使うんかい結局。いやだからまあこれぐらいだとバレへんか、次もうちょっと額上げてみたいな感じにやるかもしんね。まあ多分そうなんでしょうね、使う人の心理多分そうなんでしょうね。うわ5億入ってるラッキーとは多分いきなりはなれへんと思う。5億入ってるドキッってなって、ちょっと1日ぐらい置くかもしれないですね。1日2日でもう一回やってみて、あ、ほんまに入ってんの。でその2日間ずっと5億のこと考えてるの。ちょっと寝てないとかなって。で結果この方は1日に54万ずつ、1日に54万ずつって使えないな。まあ平均でしょうね。あ、まあ別の口座に移して、あ、はい、なるほどな、そういうやり方が、ね、すごいね。それ別の口座に移したらバレへんと思ったんから。でもまあ1年で3億5000万円使ってます。やばいな、やばいな。5億か、5億入ってたかな。でもこれ間違って入れた方はいいんですか？現在裁判中です。へえ。まあだから勝手に使っていいかどうか問題でしょ。そういうことなんですね、うん、だからその銀行が誤って振り込んだっていうことは、正しい振り込み先の人のお金ってことやんか。はいはい、要はその人の所有物ってことでしょ。そうですよね。まあ5億やから、まあ大金持ちなんか企業なんか分からんけど、うん、その人の持ち物を勝手に使ってるってことになるから、道端に5億落ちてて勝手に使っていいかって言われたら使ったらあかんやんか。まあそうですよね、届けないとダメですね。それと同じ理論やん、うん、個人口座に入ってたからつって自分のお金だとは限らないという。なあ、これは人間のね、あの欲のね、深さが垣間見えた。うん、僕はね使っちゃうかもしれない。いや使っちゃうかもじゃなくていいよ、もうよくさらけ出していいよ。使う。使うね。うん、何に使う？何に使うかな。なんかでも現金化しておきますよね、全てを。僕は手元にね。はい、あ、それはね、でもね、俺も思った。あの他の口座に移すより、もう現金でバーンって引き出して、ね、どっかに隠しとく方が、どっか安いアパート、使いたいんやったらそっちの方がいいかなと思った。そのアパートに金庫としてこう入れておいてみたいな。うん、ね、こういう悪いこと考えてますよ。今悪い話してますよ皆さん。犯罪の話です。5億あったら
なんかしたいことある？のんちゃん、5億でどんな犯罪する？想像つかない。なんで5億で犯罪する前提で喋らないのなんですか？こう不正な形じゃなくて、まあ、宝くじ当たって5億手に入りました。へ、はい、5億手に入ったら、まあ働かないですよね。まあ、ね、どうしよう、どうしよう、あ、やばい、マジで考えてる。5億、見たことない数字やろな。プライベートビーチとか欲しいですよ。買う、買うんや。プライベートビーチ買う。いつでも泳げる。ああ、泳ぐの好きやもんね。日本で。いやほら、あのさ、よくさ、サラリーマンの生涯労働賃金が2億とか言うやんか。はいはい、だから2億あったら、まあ生涯暮らせますよみたいな、一家暮らせますよみたいな。はいはい、だからまあ5億あったら、ほっといたって死ぬまでいける。そうですよ、あと3億余りますよ。でも3億なんか使おうと思ったら一瞬でなくなるで。使わない。プライベートビーチだってさ、100万、200万で売ってるわけじゃないやん。まあそうですよね。だから何千万とか一気にバンって消えるやん。そうです、で、家も買うやん。はい、車も買うでしょ、服も買うでしょ、ね、もう3億なんかすぐ流れで、すぐやで。恐ろしい。もうそれやったら普通の生活をずっと続けて安心安全に暮らす。まあ、そう聞いたら5億あっても人生は変えへんって思いますよね。そうやで、はい、まあ人生は変えない話でした。次じゃあ行きましょう。5億のニュースの話。ただの5億円の話じゃん。はい、もうでもあと2つです。あ、もう見えてるけど。コナン、コナン、コナンですよ。コナンってあれですか？はい、ではコナンに関するニュースです。はいはい、電通大、教授がコナンの蝶ネクタイに用いられている、声真似技術を開発。お、個人の声優による、個人で亡くなられたね、個人の声優による新アニメの開発も、可能に。電気通信大学の中鹿徹助教授ですね。助教授は自分の声を簡単に他人の声そっくりに変換できる技術を開発した。最新の人工知能技術を活用した録音などがあれば、亡くなった声優の声で新たなアニメ番組を作れるようになる。海外の映画やドラマを吹き替える際に出演している俳優の声そっくりにすることも可能だ。企業と協力し実用化を目指す。で、まあ、これをこのニュースを見聞きしたネットの住人の、主な反応、はい、これは犯罪に使われますわ。そうやろな。そうですよね。亡くなった声優の部分はいただけないな。声は作れてもその人が死んでたら意味ないもの、うん、PS02 にこの技術を導入して声優さんの声でボイスチャットで遊びたいな。あ、これなかなか面白そうだな。他の人の声を借りて叫んでこよう。やばいね。もう犯罪やん。で、最終目標は蝶ネクタイ型にまで小型化することでしょうかと。はいはいはい、コナンのね、最終的にはこうやって、まあ最初はでかいんでしょうな、じゃあ。そうですね、はい、そういうことですね。小型化して、こうできるんじゃないかと。はいはい、まだ大きいと。皆さん、コナンは見ますか？僕は、ね、たまにしか見ないですよ。ちっちゃい頃は毎週見てました。私もちっちゃい頃は毎週見てましたね。はい、声変えれるってなんかします？まあ、ちょっといたずらぐらいしか思いつかないですけどね。そうね、やっぱり有名なのは、まあ、今やったコナン、ちょっと前やったらルパン三世とかね、はい、スパイとか泥棒とかがよく使ってるイメージですよね、声変えるのは、はい、あんまりいいイメージではないですよね。ね、だって電話とかそれでやって、うん、まあもうこんなん出たらすぐオレオレ詐欺の人はすぐ買うでしょうね。そうですよね、オレオレ詐欺に使えます。すぐ買うでしょ。わ、怖っ。息子の声でオレオレって言われたらもう絶対引っかかるでしょ。もうそうですよね。ちょっとオレオレ詐欺警戒してる人でも、あれ声はこいつと同じやろってなるわけでしょ。へぇ、声って重要やからね。亡くなった人のね、やつとかもできるってなって、もそれもあれですよね、声優の人の声真似るってなっても、やっぱり言った通り、なんか死んでたらなんか味気ないですよね。まあ魂の問題なのね。喋るのは別の人が喋るんですよね。そういうこと。やったらなんかちょっとちゃうくならへんのかなっていう。いや、絶対ちゃうくなるでしょ。でもクレジットめんどくさくない？なんとかの声、なんとかで、その声をやってる人はこの人みたいな、かっこなんとかみたいなね。こう何々みたいな、こう何々、すごい嫌やなそれ。こうなるね、声ね。でもそれ何に使おうかな。いや、でも例えばさ、はい、その事故とか病気とかで、は
あの声をなくしてしまった、声帯で取らなきゃいけなかったみたいな人に関してはいいんじゃない。え、でもその人はもうでも喋れないから、結局喋れないんだけど、なんかでも絶対心の振動いるわけでしょ。そのビデオテープとかに吹き込んだりとかはできるわけじゃない、誰かに言ってもらって、どうしても声で伝えたい場合は。ああなるほど、自分の声で伝えたいってことですね、うんうん。いろいろ考えれますね、これは。でもまあ、一歩間違ったら俺の詐欺にも使える、犯罪にも使えるものになるわけですね。うん、みんなすぐ、何でもすぐ犯罪に使うからね。うん、はい、じゃあもう、最後のニュース、じゃあいきましょう。コナンのニュース、あまり盛り上がらず。コナンフリークはいなかったね。コナンフリークが おらんかったですね、はい。では最後。最後じゃあ。はい、こちら、天塚萌え。ね、あ、天使じゃなくて、失礼しました、天使でした、あ、天使でした、合ってました、合ってました、天塚萌えびっくりしたぜ、 AV 女優でした、セクシー女優ね、はい、天塚、あ、じゃあ天使、はい、天塚ですね、天使に関するどっち天使やっつってるのどっちなんですかこれ、天使天使ですね、天使に関するニュース、インドネシアの海岸に美しい人形が流れ着き、はい、村人たちは天から落ちてきた天使だと信じて喜んだ、だが、この人形は空気で膨らませたダッチワイフだった。わお。警察によれば、先月インドネシア中部一帯で日食が起きていたことから、地元住民たちは2つの出来事には因果関係があると信じ込んだ。天からの贈り物が浜辺に漂着したというニュースはあっという間に広がった一方で、警察は社会不安を招きかねないと懸念し、捜査に乗り出した。しかし、辺境の地に足を運んだ捜査官らはすぐに天からの贈り物説の真相を突き止めた、地元警察署長は、現場に出向いた警察らは、この堕天使が単なる人形、聖具であることを確認したと述べた。ダッチワイフを拾ったパルディンさんは、ダッチワイフを村に持ち帰ると、母親は人形に布を詰め込み、椅子に座らせて洋服やスカーフを毎日着せ替えていた。警察署長によれば、カルパビ村ではインターネットにアクセスできず、村人たちは聖具がどんなものかも知らないという。はい、ダチワイフとでも昔なんかね、浮き輪みたいなやつではなくて、はい、オリエント工業とかが作ってるような、しっかりしてガチのやつですね、はい。精巧なやつで、はいはいはい、もうしっかりしたやつですね。よかった。せめてそのビニール製のやつじゃなくてよかった。雑草なビニールのラブドールというやつですね、浮き輪みたいなやつじゃないですね。なるほど、それはね、ダチワイフは見たことある？見たことないです。俺も見たことないよ。俺はありますわ。あ、そう、あのビニールのやつじゃなくて、ビニールのやつじゃな、ビニールのやつですね。あ、ビニールのやつね、はいはいはい。ダッチワイフというか、もうそれはもうラブドールっていうやつですね、大熊さんに言ってた。まあ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 、はい、まあこの際、もう同じものとして話ですね。まあダッチワイフ、ダッチワイフ、うん、あんまりダッチワイフってこんなに言うことない。なんかあんまりいい言葉じゃないらしいですよね、ダッチワイフって。まあダッチ自体がね、あのオランダのっていうことですね、あのジャップみたいな感じの、はいはい、ラブドールっていうことにしましょう。うん、ラブドールね、社会の目を気にしよう。今更もうだいぶ言うだろ。社会の目を気にする。まあダッチワイフの方がいいか、ダッチワイフね、はいはい、いや、空気にね、純粋ですね。まあそうですね、まあでも仕方ないですよね。日食があって、人形が流れてきたから天使だと思う、この純粋な心ね。うん、その純粋な心を俺ら今踏みにじってるわけですよ。でも落ちてきたのが、めっちゃ綺麗なやつなんでしょ。そのでしょうな、数十万とかするようなダッチワイフでしょ。もう言ってるし。ラブドールに統一するのはどうしたの。綺麗なダッチワイフが流れ着いてたわけですから、もう勘違いするのも無理はないですもんね、はいはい、その文明的なものが進んでないわけですから。ダッチワイフ、ダッチワイフの話、なんかする？ダッチワイフの話かな、俺。ダッチワイフどう？正直使ったことないですよ、僕。うん、使いたいと思う？そのめっちゃいいやつやったとして。いや、思わないですね。僕、だってもうテンガとかも使ったことないですよ。はいはいはい、テンガね、ありますよ。ないないない。テンガって知ってる？知ってますよ。何？ハハ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 
でも私それうまく知らないですけど、ええ、まあだから等身大の結構精巧なお人形さんですわ。でも人間や、マネキンかなと思うんじゃないですか、やっぱラブドールやとは思わないと思います。ダッチワイフやったら分かりやすい、もう風船やん。そうそう、風船、ほんまに風船、人間の形した風船、なんか抱き枕、等身大抱き枕みたいな。そうビニール抱き枕みたいなやつで、うん、まあね、オナホールがつけれるようになってるわけですよ。テンガとか、そうそう、テンガとかね。テンガって知ってるあんまりそのセクハラを働くのはちょっと良くないですよ。ただただ新人の劇団員のセクハラ、俺がただただセクハラをね働いてるだけちょっとあかんわ。あかんですよ、あかん、本当に困ったら聞くっていう、なしなしこれはほんとに困ってたからちょっと振っちゃったわけだから許してほしい。合ってるで、その叩いていいのは、はい。うわー。まあはい、そうですね。もう村の人たちは、うん、まあすごく純粋な心を持ってね、ね、天使、まあ天塚、うん、まあ住民たちの天塚萌えがね降りてきたという話でしたね。こんな話で終わってしまう。いやメインニュースがあるから。ごめんなさい、1個落ちてました。あ、なんやろ、落ちてたんすか。すいません、こちら神戸、はい、神戸に関するニュースが1個。兵庫県の神戸、はい、はい、ですね、神戸といえばやはりコービー・ブライアント、NBA をですね、代表するですね、シューティングガードですね。神戸といえばコービー・ブライアントにはなりませんよ。神戸もコービー・ブライアントも知ってるけど、コービー・ブライアントがですね、今年、引退しました。はいはいはい、はい、NBA ニュースです。あ、もう NBA ニュースになりました。NBA のロサンゼルス・レイカーズは4月13日、本拠地にユタ・ジャズを迎え、今季最終戦を行った。この試合が現役最後の出場となるレイカーズのコービー・ブライアントは42分間のプレーで60得点をマークし、101対96の逆転勝利に貢献した。序盤からハイペースで飛ばし続けたコービーはキャリア25回目の50点超えを記録。10点ビハインドで迎えた第4クォーター終盤にはミスなしの連続ポイントでチームを逆転に導いた。勝ちました。引退試合でスーパースターとは何かを見せつけたコービーに、NBA を好きになるきっかけの選手だった、ずっとファンでした、10代から応援し続けてきた選手、最高の試合だった、ありがとうコービー、お疲れ様コービー、レイカーズの偉大な一員として永遠に記憶されるでしょう、なんて驚きだ、彼のキャリア途中にこれ以上ない完璧なゲームと称賛の声が寄せられている。試合後のコービーは、完璧な結末はチャンピオンシップだったけどねと、ウエスタンカンファレンス最下位に終わったチーム成績を残念があった、だが、がむしゃらにプレーする姿を最後にもう一度見せられたことはいい気分だよと喜んだということでですね、あのコービー・ブライアントがついに引退してしまいました。はいはい、ね、コービー・ブライアント知ってますか。知らない。知らんの。知らないです。俺は NBA ニュースとかで俺知ってきたけど、まあ、コービー・ブライアントというのは一世を風靡しまして、まあ、マイケル・ジョーダンの時代がありまして、はいはい、で今は、ステフィン・カリーの時代になりつつあるんですけども、よく聞く、まあ、その行く前がレブロンその前がコービーですね。ジョーダン、コービー、レブロン、カリーみたいな感じで、今ちょっとどんどんこのスーパースターの系譜があるわけですけど、はい、コービーはですね、フリースローにまつわる面白い話があるんですよ。はい、なんとですね、コービーのですね、初得点、はい、これはフリースローです。で、なんとコービー一人で81得点した試合がありました。やばいな。はい、すごく昔ですか。まあそうですね、まあ大体平均100点なんですよ、チーム合計1試合でね、そのうちの81点をコービーが叩き出した日がありまして、はい、それの81点もフリースローでした。え、全部ですか。うん、じゃあ最後。あ、そんな、そんなつまらん試合見たくないわ80点分もフリースローのやつで、コービーが実質力をだいぶ落としてしまったとされるアキレス腱断裂、はいはい、これをね、試合中にアキレス腱断裂しまして、はい、で切った状態のままシュート、フリースローをして決めて、はい、出ていったんです。その転機となったシュートもフリースロー、
そして、現役最後引退試合での60点目もフリースロ ー, おー、そしてマイケル・ジョーダンの通算得点を超えたのも、フリースロ ー, フリースロー、すごいですね。コービーは常にフリースローとともにですね、何か節目を迎えていたという。なるほど、そういうのがあるんですね。そうなんです、まあ、だからコービーっていうのは本当にもう5回優勝してて、はい、まあ、MVP を取って、もうなんていうんですか、本当に誰もが知ってるあの鬼のプレイヤーなんですけれども、うん、それがやはりアキレス腱断裂して、はい、まあ、ちょっと衰えが見えだし、はい、今年はもうチームも最下位なんですよ、はいはい、で途中でね、引退しますと表明して、はい、バスケットボールへっていう手紙を書いて、で、もう各地でもうお別れムード、お祭りでですよ、もうコービー最後のさよならツアーみたいな、そう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 、はいはい、で勝敗関係なしに盛り上がっちゃうから、はい、まあ、あのコービーやったけど最後はこんな感じでお祭りで終わって、まあそれはでも知らないねって言ってたんですけど、はい、なんと最後、はい、これで終わりの試合、これで終わりの試合で、今年のね1試合の1人で取った最高得点っていうのがステフィン・カリーっていう今一番乗ってるやつの53得点やったんですよ、はいはい、それをですね、コービーは引退試合で60点という塗り替えるというですね、コービーはもうみんなは言いましたね、コービーは最後までコービーやったということで、コービーは引退して、で、まあ、もうそれはすごいことじゃないですか、引退して、そうですね、だコービー次の日の朝7時半からジムデスク行って、もう事務仕事しだした。なんちゅうプロフェッショナル、切り替えが早いです、いや切り替えがすごいですね、はい、というわけで、はい、今月の NBA 情報でした、はい、ただちょっとね、ずっとね僕休んでたんで、はいはい、NBA 情報たまりまくってて、はいはい、これもうちょっと旬じゃないんですよ今。なるほど、だいぶ前なんですよね、ちょっと前、はい、もう今プレーオフ真っ只中なんで、はい、まあ、もしまたね次 NBA 情報言うことがあったら次はプレーオフの話をさせてもらおうかななんてね思ってますはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。NBA のニュースと分からないね、またね、全く分からないですね、まあ、これ毎回これ見てたらなんとなく分かってくるんだよな、これそれと、まあね、あと大熊さんの話をちょいちょい聞いとったら、あ、このプレイヤーはこうなんやなとか思ってくるね、不思議はい、じゃあですね、スキマニュース、今回提供サイト行きましょうね、キニソク、ラジック、ハチマキコ、またここのサイト、サイクル、NBA ジャパンよりご提供いただきました。もちろん勝手に拝借しております。一個だけなんか変なサイトですね。あ、そうだね。またここのサイト、これサイトの名前ですよ。サイトの名前です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか今日の最後ね、感想ないですか、藤間さん。抜け毛が気になりすぎる。あ、抜け毛のやつね。あ、そう、200本抜いたら1200本生えてくる、ね、生えてくるのか。誰かやってほしいな。挑戦してほしいですね、なんかね。いやいやいや、いや数えにくくないですか。え、数えにくい。お子さんは無理だよ、お子さん絶対やらんっつってるから。ね、でもね、200本やります。200本ってでもそんなに多くないで、髪の毛不安じゃない人からしたら。まあ、やらんと思いますけど、チャレンジ1年生で挑戦できるレベルや。お、チャレンジ1年生で挑戦できるレベルってどういうこと。俺は嫌やけど。はい、あ、気になったのは抜け毛。そうですね、はい、抜け毛ですね。抜け毛ね。丸山さん、なんか気になったニュースありました。俺、何気になったかな。はい、何一番盛り上がったっけ。コービー、ガンや、ガン、ガンね、はい、完全にガン。ガンね、はいはい、完全にガンですわ。明日からもね、はい、もう今日からバシバシ頑張っていきますから、しこしこ頑張っていきましょう、はい、はい、ということで今日5月号ですね、今日5月号の隙間ニュース、はい、5月号です、はい、終わりたいと思います。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら、バイバイ。おい、ほんま持ってこい言うたやろ。なんで忘れたんや。忘れたんちゃうやろお前。っていうか、いや、一回探しました。ちょ、いや、一応持ち物でさ、はい、共有しとって。
水着、はい、何で持ってきてんの。いやでも水着いるよって言われた時点で私多分持ってくるんだ。そんなんなしやろ。ほんま信じられへん。チームやろ。チーム座長が言うとんのやろな。お前水着関係なくないですか今回。違うやん。お客さんは水着を見たいんや。お前の、まあ、なんでそれが分かれへんねん。現れとんの。お前は脱げや。いやや、何が嫌ですか。もう別にええやん。いやです。ほぼ一緒やろ。どうせブラジャー一緒やろ。だけど持ってこいって言ってたのをわざと持ってこいのだけやろ。わざとってのは語弊ありますけど。わざとやるかい。わざとですよ。持ってくるのもどう思いました。なんでやろ。海来るって最初から言ってたやんじゃん。分かってて。最初から海来るって言ってて。いやもうそれはそうです。海もしかしたらロケ先のことするかもしれないって言ってて。お前このまま入んのか。いや違う、入らない。このまま入んのか。いやもちろん。こんなん抜けよお前。お前ほんまちょっと。楽屋に一緒やで、うん、持ってへん。一緒じゃないですか。ほんで朝から反省しとんねん、あそこで。な？お前もあれぐらいのな態度見せたら俺らもこんなな言わへんねん。態度っていうか態度で示せって言ってんの。ほんま、お前脱げや。お前みたいなもんええやろか。減らへんやろか。なん脱いだらええやろか。お前布やろか。どうせあとこれもなんかなんかごめんごめんごめん。違うね。どうすごめんごめんごめん。海足テンション上がってるんだ。ちゃうね。違うね。ほんま違うね。じゃあ飯おごったるわ。